民間の信用調査会社、東京商工リサーチ千葉支店によりますと、去年1月から12月の県内の企業倒産件数は278件でした。一昨年よりもおよそ29%増加していて、過去10年間で2番目に多い件数となりました。負債総額は、 おととしの2倍以上となる624億円余りで過去10年で最大額となりましたコロナ禍での支援策が終了しいわゆるゼロゼロ融資の返済が始まる中物価高や人手不足が負担となりました東京商工リサーチ千葉支店はウクライナ情勢や中東情勢の悪化など 先行き不透明感は強まっていて今の水準を上回る企業倒産が続く可能性もあるとしています。